西口十王駅は、茨城県日立市十王町友部にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。当駅は、日立市の北部に位置し、旧、十王町の中心駅であり、国民宿舎の岬、先、川尻海水浴場の最寄り駅である。2004年3月13日より、川尻駅から、当時合併前の町名である、十王駅に改称された。 島式ホーム一面二線を持つ地上駅である。2004年に現在のように改良される前は二面三線だった。駅舎とホームは地下通路で連絡している。バリアフリーの観点からホームにはエスカレーターエレベーターが設置されている。日立駅管理の JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅でスイカ対応自動改札機。 指定席券売機、自動券売機設置駅、自動生産機は設置されていない。東口駅前広場に、キオスクがあったが、廃止、撤去され、その後には、自動販売機が設置された。西口駅前広場には、公衆電話、駐輪場以外、何も設置されていない。かつて現在の西口には、串型炭鉱の専用線があった。改良工事前は、 補線車両の対比線として使用されていた。駅から少し離れたところに、単行線の橋脚跡がある。2005年11月から、発車メロディに、地元出身の作曲家、吉田忠の楽曲を使用している。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は2633人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。 駅の南側に有料駐車場が併設されている。月決め駐車場としても使用されており、当駅で上野駅、または仙台駅より先まで特急で往復する乗車券類を購入すると、この駐車場が2日間無料で利用できる。中央駅発着の路線バスは、茨城交通と椎名観光バスが運行。駐車区出店川尻駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。